Hello everyone! 皆さんこんばんは。はい、シリです。今回はこちら、はい、マリオットホテル大阪都ホテルに来ております。うん、名前ごちゃごちゃか。うん、まあいいか。はい、今回初めて宿泊してます。なんですが、アクセスはものすごくいいです。今回は地下鉄御堂筋線から来ました。 昨日 W から、こちらの方に、今日は宿泊してます。で、そうですね、電車で御堂筋線で4駅ぐらい、はい、天王寺という駅で降りるともう駅直結しているのでものすごく便利なところに位置してます。で、こちらのホテルは、マリオットボンボイ、カテゴリーでは6に位置付けされているホテルでございます。で、そのマリオットホテルっていうブランド、前回あの白浜の方にも、宿泊しましたが、正直を申し上げますとあんまりご縁がないのかなっていう感じですね。第一印象はロビー入って出迎え方とかもすごい丁寧なのでよかったんですけど、チェックインの時も、まあ、普通で、ラウンジがものすごくこう開放感があって、雰囲気はいいんですけど、食べ物とかのラインナップは、まあ、そうなのかなって感じですね。で、そうですね、スタッフの気配りとかは接客の仕方はすごくいいんですけど、ちょっと気配りの方はやはりないのかな。正直言うともう放置されました。はい、子連れが嫌いなのかなっていう印象です。はい、で下げ物とか一回声かけたらやっと下げてくれて、でもうそのまま放置ですね。なのでなんかもうこんな感じ。はい、そんなに取ってないんですけどね。なんかほら小皿とかにこうなってるので、お皿でこう持っていくともうどうしてもいっぱいになってくるから、どうしてもなんか下げ物がどんどんみたいななってくるんですけど、はい、量的にはそんなにって感じかな。ただなんか下げ物がどんどんこうなってて、スタッフさんとかがこう通ってもスルーって感じでした。なのではい、申し訳ないんですがリピートはないのかなと思います。そんな感じの第一印象です。部屋は普通ですね。はい、で53階に今日アップグレードされましたけれども、はい、予約がデラックスっていう部屋に予約してて、今回はポイントを使って宿泊してるんですけど、まあこのポイント数なら、ウェスティン都ホテルさんの方に行ったかなって感じですね。はい、なんですけど明日JW7 の方に行くので、そちらを楽しみたいなと思っております。なので、まあ早速ちょっとルームツアーの方だけご紹介できたらなと思います。ではどうぞ。アップデートしていただきました。こんな感じ。はい、53階に到着、行ってきます。これかな、製氷機のすぐ隣だった。はい、よいしょ、じゃーん。おお部屋はこんな感じです。はい、ここでございます。はい、
はい、お風呂がこんな感じかな。まずお風呂から行こう。はい、あ、多分隣の部屋と見えるお風呂になってます。そしてこんな感じ。アメニティはタンです。高級品です。ちょっと子供たちをラウンジの方で。はい、では続いてベッドルーム。ここ、こんな感じ。ベビーベッドもあって、はい、ここにツインベッドが2台あります。で、はい、ウェルカムギフトいただけました。はい、続いてミニバー。はーい、急須、うん、グラス類などなどこちらにあります。はい、なんかすごい急須がしっかりしてるね。はい、お菓子、なんとね、今回ミニバーを、今回なんかクラブフロアはなんかミニバーが無料でいただけるそうなので、これすべて無料だそうです。素晴らしい、すごい。何あれ、ワインとかもある、嬉しい。はい、そしてベビーベッド、 おむつ用のゴミ箱置いてくれてる、嬉しい。ベビーベッドこんな感じ、木でできてます。なんか人形が置いてある。ハッピーバースデーだって。はい、ここに電気類かな、これは。カーテンは手動かな。はい、はい、そしてここにパジャマ、引き出し、金庫、マリオットのペーパーバッグ。感じです。清浄、お、空気清浄機も置いてくれてる。はい、眺めはこんな感じです。言うまでもない53階にいます。すごい電空やな、これな、すげえ。はい、素晴らしい。今回はスイートルームのアップグレードはないんですが、まあ一泊だけなので十分です。むしろ添い寝、承認していただいたのが嬉しかったので、ありがとうございます。はい、クローゼットはバスローブとスリッパ、ここにあります。うん、なんかふかふかそうじゃない、いいんじゃないか。はい、ここにね、空気清浄機があります。あ、空気清浄機じゃない、あ、製氷機。はい、ラウンジはここです。ここにあります。はい、今お茶タイム、テレビ、ラウンジです。クラブラウンジはすごい開放感、こんな感じです。ジュース類、5時半から多分あったかいのが出ます。お庭みたいのがあります。決戦室はこちら、クラブラウンジと同じフロアにあります。ビジネスセンターもあります。何このティー、すごい、ちゃんと茶がある、素晴らしい。はい、
ただいまカクテルタイムです。メニューのラインナップはこんな感じ。あと子供が食べれるようなメニューはそこにある肉まん、白いパンなどなどです。まあ十分のラウンジのラインナップですね。いいんだよ、はい、開いた、はい、はい、はい、ベッド検証早速やってくれてます。はい、こんな感じです。はい、ベッド検証みんな早速やってくれてます。はい、いかがだったでしょうか。はい、子供が入ると、うん、こんな感じです。手動です。手動です。最新になってるんですけど、はい、手動です。手動です。はい、お風呂をためて、お風呂入ります。大きい、うん、はい、この扉開けると今度はあっち側が見えるようになってます。お風呂こんな感じ。ただあれめんどくさい。はい、真っ暗ですが、はい、眺めはこんな感じです。さすがにね、50何階にいるんで、うん、高いと思いますが、特にあのこれといったトレードマークがない。な感じですね。はい、それでは寝て、明日の朝起きて動物園で仕切り直したいと思います。動物に癒されましょう。おやすみ。B1 から行くとここに入り口があります。はい、このように入ると、うん、こっち側にマリオと専用のエレベーターと、こっちに2機あります。これで各駅につながってます。はい、で、そして入ると、はい、地下から、ここが各駅、いろんなあの駅でつながってるところなので一番便利です。1階はもう本当に外なのであんまり便利ではないかなと思います。で、一気に19階までこのエレベーターで行きます。なので駅使われる方はこちらの B1 に降りていくと一番便利です。エレベーターホール、19階のエレベーターホールです。ロビーです。こっちがレストランなのかな。明日の朝食はこちらなんで。はい、皆さんおはようございます。今から朝食行きたいと思うんですが、ドライヤーを紹介します。はい、この価格帯のホテルに対してこのドライヤーの質、うん、はいって感じですね。はい、そしてこの価格帯にしては、レインシャワーがありません。はい、そしてなんといってもこのホテルの価格帯にしては、この作りのチープさ半端ない。はい、これから朝食行って切り直したいと思います。そしてカーテンはなんと手動です。はい、この時代にも及んでカーテンは手動です。はい、
の朝食券を持って朝ごはんに行きます。うん、朝食券っていうとこがね面白い。はい、レストランはこんな感じです。すごい開放感、メニューもすごい豊富です。で、これを頼みました。ブッフェ形式です。いかがでしょうか。はい、フレッシュジュース、スムージー、スペシャルオムレツ。押しても開かない、開きません。ヘリコプターが同じ高さで飛んでる。眺めがね、あの特徴的な何かシンボルがないのがちょっと残念ですね。ただ単に高いなだけになっちゃってます。あ、なんか悪口がどんどん増えてきた。窓拭きでございます。みんなバイバイして。はい、皆さんおはようございます。朝食から帰ってきました。感想としましては、朝食会場、あの19階のレストラン空間というところなんですけれども、会場は良かったです。あと、あの従業員もすごく気配りもちゃんとしていて、レストランは良かったです。本当に、はい、美味しかったし、まあメニューはまあありきたり特に特徴的なものはないんですが、でも美味しかったですよ。はい、あのおにぎりとかもその場で握ってもらえるし、なんかライブキッチンみたいになってます。はい、会場もすごい綺麗だし、はい、良かったです。で、今回の宿泊の感想から申し上げると、まあ微妙かな。なんかちょっとね、この価格帯に対してはちょっとクオリティが低いのかなと感じました。あの口コミがすごい高いんで、すごい気になって宿泊してみたんですけど、ちょっと合わなかったのかなと思います。ごめんなさいが。はい、でこの前回南紀白浜のこのマリオットホテルに宿泊したことがあるんですけども、そちらはもうボロボロでした。で、動画も上げてないんですけれども、今回こちらのこのマリオットホテルブランド、はい、マリオット系列ブランドではなくてマリオットホテルブランドね、はい、がちょっとね、あのやっぱ合わないのかな、ご縁がないような感じがします。はい、っていうのはこの価格帯で、あのクラブレベルのお部屋でドライヤーがねすごくチープで、風量が出ないし、もうない使うだけでイライラします。うん、あとそうですね、なんかトイレとかその扉の仕切りが、なんかそこら辺の満喫とかビジネスホテルの方が高級感あるかなって感じがします。ちょっと作りがなんかね、チープ感が否めないというか、なんていうのかな。で、あとはあのヘッドボードのところにパネルがあるんですけど、あそこにカーテンのボタンがあるのかなと思いきやなくて、手動でした。っていうのも、なんか、なんていうのかな、最新なのか古いのかよくわからない状態。はい。で、この価格帯に対して、このお風呂のレインシャワーがないっていうのもだし、プッシュ型の、お湯沸かしになってるんですけど、なんか、ちょいちょいここ手動ですかっていう。なんかよくわからない、本当によくわかりません。はい、でまあ、あのラウンジの場所というか、あの会場的にはいいと思います。ただ気配りとかもう何もないので、はい、チェックインも最初すごいこうあまり感じは良くはなくて、こっちからこう保護してあげないと、こうなんていうのかな、会話が成り立ってないというか、なんかロボットみたいな感じの状態になってましたので、印象的にあんまり良くはなかったですかね。うん、で今回はあのポイントで宿泊したんですけど、後悔してます。で、
まあ、あの行ってみてよかったなと思います。あの行ってみないとね、あの分からないし体験してみないとっていうところがありますが、で、今回は子供の誕生日っていうのを事前にあの問い合わせの時にね、あのしまして、お部屋の方に、まあ他の高級ホテルだとなんかいろいろこうやってくれたりとかするんですけど、あといろんなサプライズとかね、で同じようなカテゴリーのホテルでも、まあ、結構みんな頑張ってくれたりするんですが、なんとここなんか年齢層が高いのかな、わかんないけど、はい、これはいはい、であとちょっと手紙的な、ああるわ、はい、こんな感じの手紙をいただきました。うん、まあこれはなんかね感情こもってない感じがしましたので、はい、なんか印刷じゃなくて手書きだとね嬉しいんだけど、まあレートチェックアウトをしようと思ったんですけど、まあこの状態なんで次これから奈良の JW の方に行きますので、はい、そっちを早めに行こうかなと思っておりますので、チェックアウト時間帯だけを避けてちょっとまあ1時ぐらいに出て向かっていこうかなと思っております。はい、その辺の条件がこちらのホテルだと1ベッドに対して、1名の子供の添い寝で12歳未満に限るっていう感じですね。でうちらの場合は3人目4人目がまだ赤ちゃんなので、特別にね今回は予約一部屋でいいですよっていうふうに事前に問い合わせの時に承諾いただきました。その返信はすごく丁寧で好印象でした。で一回電話の方にもラウンジの子供の追加料金ありますかっていうふうに問い合わせしたところ、すごい丁寧なお返事でしたので、来る前まではすごい好印象でした。で、到着してベルの下の19階のロビー階のスタッフさんたちはものすごく気が利くのかなと思います。言葉遣いとかもすごい丁寧だし、はい、ラウンジのスタッフと交換した方がいいのかなと思うぐらい、はい、ものすごく良かったです。なのでまあそんな感じかな。チェックアウトして次へ行ってみたいと思います。まあちょっと初めてのディスリー動画になってしまいましたが、こういう動画も大事かなと思ってアップさせていただきました。はい、まあいろんなコメント来るかもしれないし、正直な感想ですのでね、はい、まあ言わなくてもいいのかなと思いますけれども、みんなの参考になればなと思っておりますので、はい、ためになった方、高評価チャンネル登録をしていただけると励みになります。ぜひよろしくお願いします。では次の動画へお会いしましょう。バイバイ。